伊勢鉄道伊勢愛型機動車は1987年に3両が製造され2004年まで使用された伊勢鉄道の機動車である。本校では1989年に伊勢愛型の使用を一部変更して1両が製造され2005年まで使用された伊勢鉄道伊勢通型機動車についても合わせて記載する。1987年3月に 国鉄伊勢線を第三セクターに転換して開業した伊勢鉄道が開業に際して投入した機動車である。両運転台、トイレなし、セミクロスシートの伊勢合型3両が富士重工業で製造された。1989年には運転台構造などを変更した伊勢通型1両が追加された。伊勢合型、伊勢通型の走行装置。 車体の基本寸法は同一である。伊勢3型に置き換えられ、伊勢 I 型は2003年から2004年にかけて、伊勢2型は2005年に廃車された。富士重工業製のレールバス LE カー2をベースとし、1986年に製造された、天城鉄道 AR100 系機動車、長良川鉄道ながら1系機動車と同タイプである。LE カーでは、 バスの構え体を流用したため車体幅が 2440mm となっていたが、1985年に製造された、タルミ鉄道ハイも230から300系、機動車から幅広の屋根部品を用意して、車体幅が 2700mm となり、非貫通型では、バス用を流用していた前面も、独自のものに変更された。 伊勢合い型、伊勢通型とも車体長は1 5 0 0ミリメートル。正面非貫通の伊勢合い型では乗務員室は中央に設けられた。正面貫通型の伊勢通型では運転席は左隅に移動している。伊勢合い型では客用扉は幅990ミ、mm、リメートルの折り戸が片側2箇所両車端に設けられ、伊勢型では乗務員扉が片側1箇所に、 設けられたため、客用扉は乗務員扉の後ろに移動している。伊勢合い型では、扉間には、中央部に、下半分が、引き違い式、上半分が、固定式の幅 1600mm の窓6組が、設けられ、両端に、幅 820mm の固定式窓が設けられた。伊勢通型では 820mm の窓が1箇所、減少し、 1 4 0 0ミリメートルの窓のうち3組が固定式になった。外部塗装は白をベースに創価に、三重県の海をイメージした3本の青線と、三重県地図をイメージした形状が描かれた。車内中央部には4人掛けボックスシートが、伊勢合型で4組、伊勢通型で6組が設けられ、それ以外の部分はロングシートとなった。 FU34 系台車写真は、しがらき高原鉄道、SKR310 系機動車のモノエンジンは、日産ディーゼル製、ポリエチレン 6HT03 ディーゼルエンジンを一気搭載、動力は、スカー 0.91A 液体変速機を介して、台車に伝達される。前くらい、側台車は二軸駆動の同台車 FU34D、後くらい側は、 付随台車 FU34T で、いずれも空気バネ式である。制動装置は、SME 三観式直通ブレーキが採用された。暖房装置は、エンジン排熱を利用した、温風式である。冷房装置は、バス用を流用した、能力 25.6kW の I 微臭023が1機、搭載された。杖駅に停車する。 伊勢通型4987年3月の伊勢鉄道開業時には13往復が設定された。うち12往復は東海旅客鉄道関西本線に乗り入れ、四日市駅まで直通運転した。開業時は伊勢鉄道線内には途中、玉垣駅にしか行き違い設備がなく、JR から直通の特急列車も運転されていたため、 途中運転間隔が2時間以上開く、時間帯もあった。1989年7月14日、川原駅への交換設備新設。1993年3月7日に、河原田駅玉垣駅間が複線化。1993年7月4日に、玉垣駅中瀬小駅間複線化と、線路容量が増強されるのに合わせて、 伊勢2型4が1989年に増備された。沿線の鈴鹿サーキットでの F1 日本グランプリ開催時には全4両を使用した4両編成で運転されたこともあった。2003年から伊勢3型に痴漢られて順次廃車され、伊勢 I 型は2004年に、伊勢2型は2005年に形式消滅した。伊勢4は廃車後、 天竜浜名湖鉄道 TH1 軽機動車106、TH2 k 211、のと鉄道 NT100 軽機動車105、106、109、112、122、126 12、130、133、日本貨物鉄道 DD51 軽機関車1001、1070とともに、ミャンマーへ輸出され、ミャンマー国鉄部2524となった。 ありがとうございます。